って由美のこと聞いてきた。どういうこと？船田さんのことも。どうして？あの子最近ヤバいから気をつけて。でその富永沙織が、あやっぱり来たか。やっぱりってなんか知ってるの？今一平君付き合ってる。え、なんで船田さん知ってるの？偶然元麻布の方で見た。規制されてる。仕事の調子も悪いみたいだし、まともな判断はできてない。ちょっと一平に言わないと。また次の人に移るだけだよ。もっといい方法がある。先回りするんだ。ああいう子がやることの相場は決まってるんだ。自分がやってきたことを必ずやってくる。あれから20年か。白原さん、ご無沙汰しております。その節はご期待に添えず。お前ならうちの事務所もやっていけると思っていたんだがな。で、改まって相談とは何だ？実は私と仲間を社会的に貶める計画を練っている者がいまして、その協力です。久々に会って笑わせる。お前は何をしてくれるんだ？ご恩はすいません。お前に恩を着せたまま死ぬのも悪くはないな。あの絵向けての貯金だ。まあいい、喋ってみろ。ホテル決まったら連絡すればいいですね。これで撮っていただきますね。動画オプションもありますけど。久しぶり。どうしたの？一人？そうなんです。でもちょっとこの店なら船田さんに会えるかななんて思ったりして。嬉しいこと言ってくれるね。どう？仕事の方ぼちぼちです。船田さんどうです？また可愛い子いっぱいはべらしてるでしょ。そんなことないよ。じゃあこれって何なんですか？この子本当は10代だ。この写真、大西さんに送りますね。あと条件は一平に二度と近づかないで。あと大貫由美と結婚して席を手にさっさと入れられるでしょ。そうすれば一平は大貫を忘れる。そうか。でもそれはできないよ。今の自分の立場分かってる。どうしてできないのよ。君はもう終わりだからだよ。